LINE ヤフーの井出澤剛社長はきょうの決算会見で LINE の個人情報が流出した問題について謝罪した上でセキュリティ対策に今年度およそ150億円を投資すると発表しましたまた韓国 IT 大手ネイバー出身の新順保代表取締役が退任する人事も公表しました経営と執行を分離するとしていて 紳士は最高製品責任者にはとどまります。今後は支配的関係にあるネイバーとの資本関係見直しが焦点となります。